前回の動画ではキスの感染リスクだよというのを改めてお話しいただきましたが、今回はズバリエチチの時に気をつけることを教えてください。はい、何を気をつけるかっていう話になるんですが、特定のパートナーとかね、同居のパートナーだったら、まあ比較的安全か、まあ移っちゃったとしても、いずれにしても濃厚接触だよねって話になるわけで、まあその実際そのね、プレイの内容どんな感じのところなのかっていうふうなのがですね、やはり蔓延したアメリカではですね、そういうガイダンスが出ててですね、まあ手は汚いんで、セックスの前後で洗いましょうと。コロナのまあ症状でですね、吐いちゃう、気持ち悪くなっちゃって吐いたり、それから下痢をしたりっていうのが、まあ1日ぐらい起きることが結構あるんですが、そういうことを考えると、オーラルアナルセックスはやめましょうと。舐めてしまうと口に入りますから、まあ、それだけではない感染症の可能性もありますが、コロナもそれで移ることがありますから気をつけると。っていうことは、例えば女性器の場合ってすごいお尻の穴から女性器へのリーチが短いじゃないですか。って考えると、あんまり下は舐めない方がいいよってことなんですかね。いずれにしても、舐めないか、これはなかなか難しいんですけど、ね、昔、動画でもありましたが、デンタルダムを使うとかですね、なるんですけど、まあ、なかなか入手性も悪いんで、実際にはそういったようなのはやめといた方がいいよっていうことになると思います。まあ、まずはじゃあリスクがある行為なんだよっていうのを知っておいて、で、どうするかってことですよね、それぞれがね。そうですね。それは、洗っても当然、こう、すぐに落ちるとか、そういうもんじゃありませんから、もうそういう行為自体を避けてくださいっていうことになると思います。あとは、これはなかなかね、これや、あの、プレイの途中でマスクをつけてくださいなんて難しいんで、まあ、顔を近づけるのを、まあ、なるべく最小限にしましょうみたいなことは言うんですけど、まあ、なかなかこれは難しいと思いますね。っていうのと、当然ながら、体調が悪い時、あるいは相手が体調が悪い時は避けてくださいねというのが、まあ、リスクが下がるような方法かなというふうに思います。で、症状がなくてもダメだよっていうのはね、これはまあ、じゃあ、同居してる人とか、あるいは近しい人でなければ、まあ、ちょっとできれば避けた方がいいよねってことになると思います。そんなところですかね。じゃあ、まあ、どういうふうにすると安全なのかっていうね、それ避けた方がいいことを言いましたけど、じゃあ、どうすると、まあ、一番よろしいかと。というところも実はそのね、ガイダンスで書いてあってですね、最も安全な、まあ、セックスパートナーはあなたですっていうことなんですね。おお、これはご自愛ってことですか？その通りです。おお。じゃあそのガイダンス、太字でですね、マスターベーションは非常に、コロナの感染のリスクが低い、まあ、ゼロでありますというふうに書いてありますので。っていうところですかね。同居する人と、安全なセックスをしてくださいと。まあ、そういうことに尽きるかと思います。ありがとうございます。今回紹介したことを新しい生活に取り入れていただけたら嬉しいです。本日のゲストは KY 先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。